こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ようやく動き出した最新鋭原子力空母ジェネラル R ・フォード。現在、原子力空母の建造が急ピッチで進んでいる。欠陥と言われ本格稼働まで持ち込んだジェネラル R ・フォード。そこに新たに戦闘機が配備されるのは誰もが知っている。総 F-35C ステルス戦闘機になる。だが、その先を見据えて開発が急がれ、総発エンジンのステルス戦闘機を完成したいところだ。そう、あのトムキャットのような聖空戦闘機が必要とされている。ステルス化するのか、それともまた別次元の最新鋭戦闘機となるか、未だ計画は進んでいない。次期トムキャットのような戦闘機が生まれると、また空母を見に行きたくなる。大型化しないまでも、小型化もしない、ちょうどいい大きさの聖空戦闘機となると、やはり、F-22 ラプターなどの改良型を想像してしまう。他には、斬新なデザインとなった戦闘機など考えると、いろんなことを考えてしまう。少しトムキャットを紹介する。2020年公開予定のアキラアメリカ映画トップガンマーヴェリックは、実に34年前の1986年に公開され、若きトム・クルーズを一躍ハリウッドのトップ俳優に押し上げたトップガンの続編だ。この前作トップガンでトム・クルーズと共に世界中から熱い視線を集めたのが、その愛機、当時のアメリカ海軍の主力戦闘機である F-14 トムキャット。出会ったことは疑う余地がないだろう。この34年の時を経て、当時のアメリカ海軍の航空母艦艦載機であり、主力戦闘機であった F-14 トムキャットは、アメリカではすでに全機が退役し、主力戦闘機の座は、FA-18 スーパーホーネットに代替された。その FA-18 スーパーホーネットも、すでに退役の時期へと差し掛かっており、アメリカ海軍の航空母艦載機の主力の座は第5世代戦闘機たる、F-35C ライトニング2へと移行されつつある。そうした中でも、F-14 トムキャット戦闘機に根強い人気がある最大の、理由の一つが、飛行状況に応じて主翼が可変するというメカニカルなギミックによることは議論を待たない。この可変交代翼は、離陸直後から未だ速度が遅い時点では、主翼を前方へ展開して揚力を得るよう働き、高速度に達して以降は後方に折りたたむ形で空気抵抗を抑制するよう働くものだ。F-14 トムキャット戦闘機は、この可変交代翼という機構の実装によって、当時のアメリカ海軍が求めていた戦闘機の最高速度の目標値であった、時速マッハ 2.34 以上を実現させていた。SF 作品などにも多大な影響を与え、この F-14 トムキャット戦闘機の可変交代翼をモチーフとした造形の機器は多いが、もともとはこのような合理的な目的から採用、実装された機構だった。1980年代に記録的なヒットとなったアニメ「超時空要塞マクロス」の主人公がカルアイキ・ヴァルキリーも、そうした流れの中の代表的なものということができるだろう。しかし、得てして、最大の長所は、最大の弱点となることも、世の理だとも言え、F-14 トムキャット戦闘機は、その可変交代翼という複雑な機構ゆえに、
メンテナンス性の難点から廃れていくことにつながった。それでも、世界各国で複数生産された可変抗体翼機の中で、F-14 トムキャット戦闘機が最も高い知名度を誇るのは、世界最大にして最強のアメリカ海軍の主力戦闘機の座を得たからに、他ならない。F-14 トムキャット戦闘機は、双発のエンジンを搭載した重量級の戦闘機であり、全長が 19.2 メートルに対し、主翼の合計の長さはそれをも超える 19.5 メートルにも達する大型の機体となっていた。そして、航空母艦艦載機として求められた性能とは、母艦たる航空母艦をいかなる敵の攻撃機からも防衛するための卓越した迎撃能力、つまり格闘戦能力と重兵装の両立だったと言えよう。 F-14 トムキャット戦闘機は合計で約 6.5 トンもの兵装が可能であり、機体に最大で10箇所のこれらを喧嘩するポイントを備え、中でも長射程の AIM-54 フェニックスミサイルは強力だった。この AIM-54 フェニックスミサイルは射程約 210km と、以後の F-15 イーグルなどに実装された AIM-120 の同 50km の射程と、比較しても圧倒的なロングレンジ攻撃を可能としていた。しかし、単独の兵器として見た場合、AIM-54 フェニックスミサイルは F-14 トムキャット戦闘機の専用と汎用性に乏しく、さらに一発約6000万円もする高額さから、同機の退役とともに現役を退いた。F-14 トムキャット戦闘機は AIM-54 フェニックスミサイルを最大6発まで喧嘩可能だったが、約 210km もの超射程とはいうものの、実際にはそんな遠距離から命中させることは厳しかったとも言われている。実際実戦で F-14 トムキャット戦闘機が AIM-54 フェニックスミサイルを使用したことはほとんどなく、ただ、そのカタログデータ上の性能から敵機への強力な抑止力としての存在が大きかったと考えられる。そんな F-14 トムキャット戦闘機は、本家のアメリカでは、当の昔に前期退役をして、その座を後継の FA-18 スーパーホーネットに譲ったが、この2020年でも現役の国がある。その国こそ、2020年の初めにアメリカによるスレイマニ司令官の殺害を経て、あわや戦争開始かと緊張状態が報じられた中東の軍事大国イランだ。現在のアメリカとイランの対立関係を知る身からすれば、なぜイランが F-14 トムキャット戦闘機を保有しているのかと疑問に感じる方もあるかもしれない。しかし、かつてホメイニ氏らによる1979年の革命が成功して現在の体制となるまで帝政だったイランは、それ以前にはアメリカからの多大な軍事援助を受けていた時期があった。この頃にイランはアメリカから F-14 トムキャット戦闘機を調達しており、これがイラン・イラク戦争での大活躍を見せた後、独自整備ではありながら今に至るまで運用が継続されているのだ。